さあ出てきました。補助をするのは同じ日大、いつもコーチをしてくれています梶山博さん。石川君は平行棒特徴的なさばきをするんですけどね、はい、2分の1ひねった後の振り出し蹴上がりのところを伸身で行うんですけども、まあ、こうやって滑り止めの炭酸マグネシウムをバーにたっぷりと擦りつけます。まあ、この人はよく言われるのはクロート受けをするね。そうですね、いかにもこうしなやかな技のこなしね。はい、柔軟性のあるリズムのいい、どうでしょうか、池谷と西川を比較しまして、はい、まあ一言で技を紹介すると、そうですね、15の池谷、10の西川、はい、こういう表現がぴったりかと思います、ね、さあたっぷりと一つしなやかな演技を見ましょう。平行棒石川大輔、この次ですね、ここ大きく振り出していいですよ。さあ宙返りはどうか、いいですね、前半の部分も後半の部分も、はい、やたくまとめたと思います。この両筋肉の拳のところに巻いていますが、ここがバーに当たるところで、そうですね、それからもう一つ二の腕の上のところに、この西川大輔はちょっとこう青いね、はい、なんて言うんでしょうか、こうあざができて、あざができてますが、はい、あれは棒状の2回宙返りの、そうです、あそこで受けるので、あ、これですね、そうですね、右腕の上のところ巻いてるところ、受けた時に、はい、かなりの衝撃がありますので、当たるんですよね、はい、テープを巻いていてもあざになってしまう、9.725、 9.725、これは高得点です。